見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。得する、使える、ガジェット裏マニュアル。最近の転売ブームは熾烈を極めています。従来の娯楽用品の転売だけでなく、生活必需品もまた転売の餌食となっています。昨年0年はコロナ対策用品のマスクや消毒用品、任天堂スイッチなど大きな注目を集める転売もありました。1年はソニープレイステーション5、イカプレステ5の転売やポケモンカードの転売といった娯楽用品の転売が多く、未だかつてないほどの転売ブームとなっています。誰もが転売に参入できる時代に、7月には模型雑誌編集者による SNS での高額転売用品発言、10月には高校生によるコミケ同人誌の転売広告記事など毎月のように転売が世間を賑わせています。一昔前には、手取り、掘り出し物をまた売りして利益を稼ぐ行為、と言われた転売行為も、今では、転売屋、と呼び名を変え、嫌悪行為の筆頭にもなっています。知識がなければできなかった、手取りが、インターネットやスマートフォンの発展とともに大きく変化し、今では誰でも簡単に参入することができるようになっています。転売の参入障壁を低くするアプリ。Google Play や App Store で、セドリと検索すると様々なアプリがダウンロードできます。対象のバーコードをカメラ機能でスキャンするだけで定価や転売価格問わず、販売価格が表示され、中には、セドリ用にバーコードリーダーを導入して素早く商品の価格を検索する人も。こういった情報は今ではセミナーや情報商材として販売されており、新規参入してきた情報弱者に向けて高額なセミナー費用として販売している人たちもいます。実際に情報商材を販売している人に話を聞くと、転売するよりも転売の仕方を販売する方が儲かるといった話もあります。本業の片手間、職場の人間関係や時間にとらわれず、ある程度時間に自由ができるなど様々な謳い文句で転売を進めているサイトが多数存在し、中には1ヶ月で数百万など大きく稼ぎを提示しているような情報商材も存在します。